有限会社大阪イニオムの北村氏と申します。大阪府堺市中区にて学校制服、体操服、帽子、靴、給食エプロン等の学校衣料の販売、会社制服の販売をしております。何かお探しの商品、お困りごとがございましたらご連絡ください。皆様のお役に少しでも立てれば幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は1月の6日の土曜日ということですね。大阪堺のは曇りということで、最高気温は14度、最低気温は3度、降水確率が 20% ということですね。もう1月始まって、あと、6日経ってしまいましたですね。早いですね、本当ね。昨日もちょっと更新状況なんですよ。もう朝からバタバタしようし、ちょっとできませんでしたので、今日の更新ということです。今日はちょっと、天気曇ってますけども、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっとね、地震の方もね、まあ大変みたいで、本当にもう被災された方ね、お悔やみ申し上げます。ね、飛行機事故の方もお悔やみ申し上げます。なかなかね、ちょっと新年早々、大変なこと続いてますけども、気持ちを新たに頑張っていきたいなと思います。どんどんねちょっと問い合わせいただいてるんですけども、昨日もご来店たくさんお客さんいただきましてありがとうございました。新入生のですね、制服の採寸も日々来ていただいておりますので、この連休ですね、今日明日明後日利用していただいて採寸をしていただけたらなと思いますので、当店ご用命の際はどうぞよろしくお願いいたします。また何か分からないことあったらね、何でも電話とかカルチャンネルでもね、ちょっといろいろ説明とか道案内とか駐車場案内とかもしてますので、また見ておいていただけたらなと思います。あと在校生のですね、制服ちょっと身長伸びたとか裾を出してほしいとか、袖出してほしいとか、修繕対応の方もこちらもしてますので、またご連絡ください。あと小学校ですね、もう来週から始業式ということなので、帽子とか靴とか、体操服、エプロン等の、購入いただきます商品ですね、こちらのも、ご利用の際はまたご利用ください。よろしくお願いします。あと会社制服等の対応もしますので、またよろしくお願いいたします。営業時間はですね、10時から7時までとなっております。玄関に手洗い消毒のですね、プシュプシュ置いてますので、また気になる方は使ってください。今日もちょっと言い込みますけども、皆様のご来店をお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。